これからもよろしくね。卵ボーロ。猫マンマ。もっとごっつんこして。はい、上り坂から見える一番星、斉藤飛鳥です。ジョンさん、もう一回やらせてください。はい、OK。 じゃあ、私を彼女にしてください。お姉ちゃん元気になれ、アシュシュ、アシュシュ、アシュシュ。よくできました。あんたのために来てきたんだから、はい、おんぶ。でもその前に私のことを買ってほしいぴょん。うわ、頑張るぞ。よろしく。斜め上に。静かにして。本当これはあががだな。大丈夫。いちごミルクが大好きで、もらうとものすごい勢いで懐いちゃうので、お気をつけください。新スタイル。斉藤アスニャン。どうせお前らクリスマス過ごされていねえだろ。おこだぞ。おこだぞ。今会ったばっかりで彼氏面するのやめてください。男の人の匂い。びっくりした、私初めてなの。愛と美貌の戦士セーラーヴィーナス。恥ずかしい。目線が、センターは斉藤飛鳥。番組でも徐々に頭角を現していた斉藤飛鳥が、今回初めてセンターを務める。続いてこちら西野さん。ハヒフヘホバイキン。でもちょっと可愛い、機械に強い人好きなんです。可愛いなぁ。ねぇ、やだ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 。これ膝ポンポン叩いて、ポンポンして、あれめちゃめちゃこれは今日も頑張りましょう。頑張るんば。なんか普段こういう絶叫系とか。じゃあ決定ね、一人ね。暗くて見えない道、星を探すように。これ可愛くないですか、皆さん。これ皆さんに見せて。どうせお前ら夏休み花火見る相手いないんだろ。就職できてもできなくても、お前の人生大して変わんねえよ。泣いてる泣いてると思ったら泣いてない。あ、どうした石森氏。もういても立ってもいられない。悲しいな、この坂を登れないなんて。うるせえ。5 6 7 8 1 2 3 4 6 7 8
これからも頑張ります。フロムアクアのいいところ教えちゃいます。あ、アスカちゃん終わった？終わったよ。お、自信は？お、あるない。ちゃんとせ、ずっと乃木ビンゴを冠番組にしよう。そう、ずっと続けていこうと。そう、また来たの？欲しいの。競技頑張ろ。頑張る。私は監督。私は助監っす。もっと笑って。こう？全然硬いっす。あ、立ちながら寝ちゃった。あー、眠いな。これはせーの、ルンルンルン、ルミルーム。それでも君に恋をしてる。なんで泣いたの？教えて、なんで泣いたの？どうしたの？こういうの嫌だ。心がショックだって。あなたのハートくらい。アスカニャン。あー、元気ですか？エストラスジェミキャンサーでオーバーゴイズイケン。あ、やばい、私やばくない？自分の見てちょっと。じゃ今弾いてたから。私なんでだよ。ここ最近で一番うまくいった顔です。最近は真夏さんと仲良しなんですねって来るから嫌なの。いや、え、嘘でしょ。いいじゃん。イコモちゃんお願いします。えんの、これ面白いな。はい、来るよ来るよ。手首をね。いいよね。あ、いいね。私は助監っす。走る白石テイク3だよ。はい、もう一回。私のすっぴんって言って載せてる写真とかは、まず疑うことを覚えます。るいいのだ。ね、おいしい。君はどうしてそんなに。あ、アスカちゃん隠れ絵が下手な。アスカちゃんうるさいよ。ああ、おいしいね、おいしいね、おいしいね。もう飽きてきちゃった。これで終わりにします。な、1位にしよう。バカハリキー。 OK、 1位。なんで？ちょっと待って。うん、どうした？セリフが、うん、なんか。えっと、アスカ。バラエティを頑張って。一面があるんですよ。どこ行っちゃうの？どこ行っ？はい。何笑ってんだよ。その美貌がこの DNA をもらったらこっちのもんだなっていう。つらいにゃん。
何が起こったの？さすがに今日は入れてもらいました。なんでよ。なんですけど、ここはバストアップなので。いいじゃん、みんな可愛く撮っても。おんぶ出ました。ツンデレ、ツンデレ聞こえましたでしょうか皆さん。たまりませんね。それでは本当になんかちょっと違うなっていう感じする。本当、うん、楽しみ楽しみ。難しい。普段は自分あれ、クマさんのやつ大好き。おい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 、今見た、やる気になった目。あ、冷たい。ありがとう、ホリちゃん。ありがとう。食べてほしい。みんなぜひ、あの食べたいもの。すごくありがたいんだけど、ファイブとかつける必要あるのかなってすごい考えた。あるの。いや、アスカ、こっからちょっとね、あのね、可愛いよ。知ってる。で、なんか乃木中の子が知らないね。それをちょっとなんだろう、いただきたいなっていう。あの今口の、あ、何しとうと。美貌の戦士とか、セーラー服美少女戦士とか自分で言わなきゃいけないの何なんだろうと。だって他いないから。あ、ごめん、早く行っちゃった。早く行っちゃった。動かないぞ。大丈夫か。でも結婚が幸せとは限らないよ。あー、別にしたくないっていうか願望ないんだもんね。乃木坂46になれたら歌とダンスと演技も頑張ってみんなから愛される。魔法なんですか。魔法ってないんですよ。冷静冷静。魔法ってないんですよ。みんな言えなくてそれ来たらつまんないわけですよね。あれ、克服しましたね。大丈夫。あれ、うん、あれ、だってあのボールを巧みにさ転がしてさ、ね、女も転がすよ。神に選ばれし美少女。あ、そうだ。人が怒るんじゃなくて神が怒るから。私は水の妖精アクアスカよ。見せちゃダメだよ。え、ダメなんですか？そんな。伝わる。痛いかもしれないから。うん、痛い？あの、に向いてる。そう、あの。向いてる。あ、普通に。あ、え、アスの足を取ろう。待って、アスの足でない。やだ。ですね、判定するの。斉藤明日香です。妹真夏です。我が妹です。違います。可愛いでしょう。企画の中だけ。調子なんだ、調子なんだ。MC やったから調子なんだ。見てこれ、可愛くないですか皆さん。ワン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 、キカ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 、セリンゴパンチ。うちは可愛かった。キスはブスだった。
スカちゃん、アスカちゃん海入りそう？入りません。入りません。はい。なさいにゃん。せーの。ドン。何の曲ですか？いや何出んの？他の推しからとアロロマ。お、あ出た。アスカちゃん。アスカちゃん。またね。助けてあげようか。どうにでもなるこうお顔立ちなんで、あーそうですよね、はい、あのバカだ、どうしたの、どうしたの、なんで解散したくない、あーはい、皆さん映画先出る物とか食べ物とかくれると多分すぐちょろいのですぐ好きになります、ちょろいかな、あ、そうだけど動画だよ、アスカ、ポンポン。あと2種類溜まったら。あぶねー。まず疑うことを覚えた方がいいと思います。もう何も信用しないでください。今から下に行って。わー恥ずかしい。行きます。うん。あやややや。全然。嘘だ。はい。大丈夫です。ちゃんと別に審査員いるから。怖い。挫折をしたり冷めてしまったり、動画だよ、わあ静岡呼びたいと思います。2人にもすごいぴったりのテントだから、うん、本当、うん、やった、じゃあはいどいこちゃん、そうだね、3人で3人、はい、どんなになるかねえ、うん、風邪ひかないようにさこうしとかないとね、うん、なんでアスカちゃんうるさいよ、友達のままでいられるわけないじゃん、ねえ愛ってなんだと思う、寝そうだよ、張り切りチャイティーよって使います、ちょっと全然意味わかんない、なになになに、こんにちは、斉藤飛鳥です、食事休憩、食堂を覗いてみるとみんな料理中です、若いの頑張れ、若いのファイト、あいつのせい、ね、よかった、ちょっと危なかったですね今え、続いての挑戦、頑張れママ、いきますよ、アシュリンビーム
っていうか漫画捨てたんじゃないのか七丸氏。斉藤飛鳥ちゃんは答えないようお願いしますね、はいはい、さあそれではお書きくださいどうぞ。え、今日も、おいバカいじり、うちらを1位にしてくんなきゃ、はい、やだぞ。わかりました、じゃあ1位だ。髪だ、セラウレ全部セラウレ最高。お母さんがすごい山登り仕事で行って、この山いいよってお母さんに勧めようかな。笑顔のマスクあれだけどね、かわいい。着いた、楽しい、着いた、楽しい。ねえ、スカニャンって何呼んでほしいの、ね、だって呼ばれてるもん。え、自由に誠実じゃない、大人になった。あれ見たら私は一生独り身だわって思いました。あんな可愛いの無理だわ。あ、消えるね、すごいすごい、初めての瞬間、一瞬で消えた瞬間、うん、かわいい、ペッペレもういても立ってもいられない。いやいや、46です。江藤美沙です。斉藤飛鳥です。生田絵梨花です。桜井玲香です。普通もあの玲香がやったみたいな、ヘイって、ヘイすごい、すごいあなたのハートくらすかにゃん。斉藤アスにゃん。違うよ、わざとだよ。あ、知ってるよ、知ってるよ、私は。泣かせないでください。あすか、嬉しかったんだよ、本当に。私はね、大喋ったね。ちょっと声が枯れ気味、先輩だぞ。でもじゃあ